城代のこと、都に大雲の化粧の打ち入れて人にあだなせり。あの日本語で、興味ないってば。いかんな水木くん、けしからん。何がよ。曲がりなりにも古書の世界に身を投じる者の身構えかね。それが投じてないし、おじいちゃんの代わりに家賃取り立てに来てるだけだから。化け物が封印されてる本ね。あ、うん、待て、手を拭け、手袋をしろ。お、どうも、国門堂のすずりでございます。ええ、ええ、お探しの品を。はい。いや、苦労いたしました。もう八方手を尽くしまして。ところでですね、お品物の状態のことでちょっとご相談が。え、そんな滅相もございません。ええ、ええ、またまた。ゴキか、ゴキなのか。困ったな水木くん、先様はお怒りだよ。ん、何を言っているのだ。でかいの、でかいの、キモいの、ちょっと見てよ。大げさな。どうせネズミかカマドウマだろ。カマドウマ。コレクションも整理せにはならんな。なんか泣いた。キーン。僕の身は案じてくれないのか。なんだっけ。キーン。
覚えがないな。見ればいとけなき幼女じゃないか。めごい、これはめごい。何が、どこが小さい、おかしい。どれ、いて。妖怪変だ。都に現れた大蜘蛛の会は陰陽師の法力に打たれ退散する。切り裂かれた腹からは大量のシャレ神戸と小蜘蛛の死骸がデロデロと。ふわ。その中に一匹だけ娘の姿をした小蜘蛛が生きていた。ほう。陰陽師はこれも切り殺そうとしたが果たせず。ロリコン？人々が止めるのも聞かず連れ帰った。ロリコンだ。陰陽師は小さな娘蜘蛛を人と同じように育てた。ところが半年も経った頃、近在の男衆が次々と姿を消す。ついに追い詰めたぞ、蜘蛛怪人！観念しろ！クムクムクム！というようなことが書いてある。なかなか迫力あんね。迫真の筆致というやつだ。で、どうなったの最後は。さあ。さあって書いてないの？あれ、真っ白。本来ここに娘蜘蛛の始末が書いてあったのだろうが。クムクム！スズリさん、どうすんのよあれ。どうもこうも封印が解けたことで絵から抜け出してしまったのだろう。どう頑張っても頼んでもなだめても透かしても戻ってくれそうにない。一部が欠けた本では売り物にならない。たまった家賃も払えない。おじい様も君にお小遣いはくれない。デスペレートだ。何しれっと諦めてんの。僕は一階の古本屋だぞ。もののけを絵に封じ直すなんてことをできると思うかい。だって人食い蜘蛛だよ、取って食われたら。所詮は伝説、言い伝えの類じゃないか。現に出てきちゃってるんだから。大丈夫だよ、あんな可愛いものが悪さなどするはずが。ほら、それは餌じゃないよ。
妖怪のこと、なんか分かった？僕の師匠筋の古書士をやっと捕まえた。知恵を貸してくれるって。本当？なんだか寂しそう。母様、しゃべ。月報案？ほう、そりゃ面用な。反応が同じだ。ね、なかなかないでしょ？古書から抜け出た城代のもののけ、羨ましいですか？うん、いいな。とはいえ、いつまでも飼っておくというわけにもいかんだろう。そう、そうなんです。え、そう？え？僕は別にあの子さえ良ければ。はぁ？何言っちゃってんの？いいわけないじゃん。ねえ。冗談冗談。あれを円満に本へ返せるなら僕もそうしたい。ふん。これ古書の伝承に残っている土地ね。手がかりとしてはこんなものかな。助かります。お題はまあ守備以下にて。あ、鈴里さん。女学生よ。奴はもうどのくらいアーなんだ？アーって？もう遅いのか。いや、はい。行ってみよう。ね。え？そのもらった地図にある土地、妖怪が屋上でつぶやいたの、すずりさんも聞いたでしょ？ああ。母様って帰りたいんだよ。きっとふるさとなんだよ。そうかもしれないが。だからね、昔は大層立派な町だったんだろうね。あ、見せてあげようね。こらくすぐったいよ。よしよし。よし、行こう。ほら、
どうだい？もし言い伝えがその通りなんだとしたら。いきなりどうしたんだい？よしよし、わかったよ。スズリさん！ん？待って！だい。スズリさん！おーい。絡め取られてはいけない。もののけをあるべき元へ返すんだ。その上で硯を取り返せ。そんなこと言ったって。大丈夫だよ。ほら、どこだい？逃げなくともいいじゃないか。さあ。お願い、追わないで。何を言ってるんだ、君は。追っちゃダメ、スズリさん！戻ってこられなくなる！あのね、これって、スズリさん！大黒柱にかけるやつがあるか！だって、
これは。こんにちは。これありがとうございました。ああで、お前さん。いや、それがそのいろいろありまして。お茶が入りました。ん、ああ、まあ、その、なんだ。こいつの方は、負けといてやろうじゃないか。助かります。聞き？謎をあげましょう。私は誰ですか？ダリアの花のようなくるくる糸車、高い塔から鋼の月に乗って、あなたが登ってくるのを待っています。